これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも俺です。お友達の皆さん、どうもまたまた登場でございます。はい、というわけで、今回もドラゴンボールだけど、今回はごめんなさい、ちょっと少ないね。はい、というわけで、今回もドラゴンボールなんだけど、はい、ドドン。これね、1個500円の、まあ、オリパかな。500円のオリパを4つ買ってきましたね。はい。で、まあ、当たりは中になんか子宮が、シークレットが入ってるみたいで、で、買ってきました。はい。今日はこれだけです。ごめんなさい。はい。で、ちょっとね、これ開封した後に、ちょっと重要なお知らせがあったりなかったりするんで、ぜひぜひ最後まで飛ばさないで見てくれると嬉しいかなって思っちゃったりしてます。はい。じゃあ1個目。これね、俺もマジで見てねえっす。昨日土曜日に買って、で、今日日曜日なんだけど、マジで開けてないっす。じゃあ行きますよ。真ん中に入ってるパーティーンかな。じゃあどっちだかわかんないけど、はい、じゃあ行きますよ。シークレットカモン、せーの。はい。うーわ、メタル、はい、星4のメタルクーラーっすね。はい、これ出ました。これ古いんかな？古いのかな？わかんねえけど、ちょっと傷が白かけが結構あるな。裏面結構汚ねえ。はい。メタルクーラーね、これ。はい。よくわかんない。これは古いんかな。はい。まあ持ってねえからいいかな。はい。じゃあ、相変わらず車の中あっちいいけど、2個目いきますね。はい。ああ、ちょっと開けとけばよかった。あ、開けづらい。やべ。ああ、ごめん、ちょっと、硬い。ああ、カード折れちゃう。じゃあ、2つ目いきますよ。はい、じゃあ、2つ目いきます。はい、じゃあ、いきますよ。シークレットよだれかでした。シークレットいくよ。バーダックからの、はい！あ、これ出てんじゃん、シク。SEC、シク、あ、これ、サイロクかな ?CP って書いてあるから、あれ、これ、サイロクとかあったっけ？はい、ドドン、これ。よくわかんねえ。これ、持ってたかな？はい、わかんねえ。孫悟空 GT っすね。で、状態はこれもあんまりよろしくないね。白掛けが頭に3、4つありますね。はい、これね、孫悟空 GT。はい。宿なんでしょこれ。ちょっとね、よくわかんねえけど。はい。じゃあ3つ目いきますよ。はいはい。ちょっと開けづらいから、勘弁して。よし。あ、ダメっぽい。はいはい。3つ目、はい、いきますよ。車の中あっちから、さらっと。じゃあ、みんな大好き、カリフラからのでいくよ。カリフラからの、ほいっ！孫悟空ゼノ。あ、これ、ん？これ、わかんない。これブースターパックのやつかな。P って書いてあるから。はい。これはね、状態が綺麗だな。これ、初めて見た。これ、どうなんだろう。値段ちょっとわかんないけど。はい、これね、孫悟空ゼノ。まあ、持ってねえから、OK。どうなんだこれ。どうなんだろう。わかんねえ。じゃあ最後、4つ目ね。いきますよ。はい。頼む。みんな大好き。人造人間21号と、孫悟飯未来に挟まれてるカードは一体何なんだいって。じゃあ、21号からのでいこうか。21号からの、はい！あー、これ持ってたな。ごくごく普通のベジータ。これは持ってたな。はい。普通のベジータね。はい。これですね。はい。はい、てなかん。まあ、状態は、まあ、これ一番綺麗かな。これは。白掛け、まあ、あるけど。はい。っていうような感じで、
ね、メタルクーラと、あと、孫悟空 GT、はい、これと、あとこれ、孫悟空ゼロね、と、普通のベジータ、はい。この4つですね、ベジータ以外は持ってないんかな、これ持ってたかちょっと微妙だけど、はい。こんな感じですね。500円買い取りしてくれっかな、微妙。はい。というわけで今回はこんな感じで終わっちゃうんだけど、はい。で、こっからがちょっと重要なお知らせでもねえんだけど、まあ今日行って、まあいつもの1000円ガチャやりに行ったんだけど、なかったんだよね。で、今日日曜日で日曜日なくて、昨日土曜日行ってもなくて、で、自販機ガチャなんだけど、全部ポケモンもドラゴンボールも、デュエマもほぼなくて、でドラゴンボール売ってある在庫もあんまないような感じだったんでね。なんで、もしかすると来週もドラゴンボールのガチャない可能性が、なんか在庫切れなんかな、あれな、わかんねえけど。はい。だから来週はもしかしたらドラゴンボールじゃないかもしれませんっていう、ただそれだけのお知らせなんだけどね。まあドラゴンボールできなかったら、まあ、遊戯王なり、バイスのね、5等分とか、テンスラとか、そっちのカード開封しようかなと思ってんだけど、はい。で、多分ドラゴンボールメインでチャンネル登録してくれた人が多いと思うんだけど、まあそこのとこ一応ごめんなさいっていうことで、はい、いつも俺同じ店しか行かないんだよね。まあ、俺地方に住んでて、地方の、さらに地方行ってやってんだけど、まあ、都心部に行けば、まあお店はいっぱいあるんだけど、そういうとこはね、県庁所在地っていうか、そういっちの方は行かないようにしてから、はい、まあそこはまあコロナでしょうがねえのかなっていう感じで、すね、はい。まあ、地方の地方に行ってるんで、店が1個しかなくてね。で、そこの店もカードがねえぞみたいな感じだから、来週はわかりませんっていう、ただそれだけのお知らせです、はい。というわけで、この動画を見てね、よかったらチャンネル登録、高評価っていつも言ってごめんなさいって感じなんだけど、よかったらお願いします。はい。というわけで、どうも、俺でござんした。じゃね。